普段僕が行っている靴下のレイヤリングを紹介します。自分の体質はもう末端冷え性で、冷えると汗をかく体質です。指と指の間に汗が溜まって、それがどんどん冷えていく感じです。レイヤリングといっても簡単で、もう一番下にはこのミズノの5本指インナーソックスを履いてます。これはもうミズノがアウトドアラインをベルグブランドでやってた頃からずっと履いてるインナーソックスです。薄いんですけどすごく丈夫で、その当時もう10年以上前に3足買って1足も穴が開いてない、薄くて丈夫で性能もいいインナーソックスです。指と指の間に汗が溜まるので、もうインナーソックスは5本指ソックスにしています。ミズノのインナーソックスは薄いので、2枚重ねにしてもそこまで影響は起きないです。ちょっと滑るかなっていう感じですね、靴下と靴下が。一番下にこのインナーソックスを履いて、その上にはもう履く靴によって中厚でとヘビーウェイトソックスを選んでます。同じダーンタフのソックスで、こっちがマイクロクルクッション中厚で、でこっちがヘビーウェイトエクスペディションウェイとか、普通のハイキングとかだったら冬でもこれぐらいのソックスで、雪が結構積もってきたらしっかりとした靴を履くので、こういうエクスペディションソックスを履いてます。きちっとした靴下が好きなのでダーンタフとか多いです。ダーンタフはもう永久保証してるぐらいなソックスメーカーで、かなり密密に編み込んでます。こんなに編み込んでてもこれでも中厚で、今調べると2011年に買った靴下で、擦れるところはウールが完全に抜けた状態なんですけど穴が開かないっていう。でここまで履き古してるんですけど、底面はまだもうみっしりときっちりと編み込まれた靴下がダーンタフ、平気です。ファイントラック、ファイントラックも意外とキツキツ、意外とこの辺キュッとしてかなり気に入ってます。でファイントラックの編み込みはこんな感じ、キュッと言えばフィッツのソックス、これはもう本当にギュッとされた靴下です。ダーンタフと同じサイズなんですけど、一回りちっちゃいぐらいストレッチのきついソックスです。フィッツの場合ウールのアンダーウェアと同じ細さのウールを使ってます。でその代わり細いのでペチャッとなるんで、少しヘビーウェイト厚手のソックスを買った方がいいと思います。これそういうこと全く知らずに買って、この薄さだと本当歩き始めて数時間でぺちゃんこになって全くクッション性がなくなってしまいました。フィット感も最高です、フィッツは。で他には言うとポイント6はもうスマートウールの人たちが作ったブランド、なんか雰囲気っていうか履いた感じもスマートウールっぽいです。ポイント6、一応スマートウールも最近のじゃないんですけど、やっぱスマートウールはちょっと緩い感じです。ちょっとふにゃ緩い感じのがスマートウール。スマートウールとダーンタフを比べるとこんな感じです。2枚重ねはあんまり良くないって言われてたんですけど、最近はもういろんな新しい素材が出てきて、2枚重ねにしてもそんなに違和感はなく足の周りから汗を排除できるので、足に汗をかく人は快適かもしれません。本日は末端冷え性の靴下レイヤリングを紹介しました。